皆さんこんにちは、ビールジェンド志村です。本日はビールジェンドウェイトダウンですね、トイプロテインの方からやみつき黒蜜きなこ風味ですね、こちらのデビューをやっていきたいと思います。ビールジェンドウェイトダウンシリーズ3フレーバー展開してるんですけど、ダイエットされてる方とか体重をね落としていきたいっていうお客様にね非常に人気いただいておりまして、新フレーバーもね出してほしいっていう声がね数多くありましたんで、今回のねこちらやみつき黒蜜きなこ風味が登場となります。きな粉とね大豆ソイプロテインっていう部分でね同じね大豆由来のものなんで、非常にね相性がいいんじゃないかと思っております。それではね早速飲んでいきたいと思います。ビールジェンドプロテインをねご購入いただきますと、こちらのね赤い袋に入ったスプーンが付属してまいります。こちらねすり切ってね1杯入れていただきましたら約 30g 計量できまして、タンパク質がね 20g 取れる計算となっております。ぜひねこちらご活用ください。であの商品ページの方にスプーンありとスプーンなしっていう項目があります。スプーンがね必要な方はスプーンありの方を選択していただいて、で逆にねもうスプーンがね必要ないよっていう方はスプーンなしの方を選択していただいて、お買い物カゴに入れていただいて購入決済進んでいただくとプロテインだけが届くっていう形になります。で裏面のね方には水ね 150ml から 300ml ぐらいを目安にって書いてるんですけど、味をね濃くしたい方は水の量を極力減らしてあげると味が濃くなります。逆にね水の量を増やしてあげるとあの味がね薄くなります。一度飲んでみてちょっとね濃く感じるとかいう時は水の量を増やしてあげるとか量の調整してあげるとご自身のね好みの味で飲めると思いますんで、水の量を調整して飲んでみてください。僕はねだいたい 200ml のね水で飲むのがね好みなんで、 200ml の水を張って飲むようにしております。開封いたします。よいしょ。お、今回のパウダーはね非常にきな粉のようなね綺麗な色をしています。通常ねもっとね白いパウダーなんですけど、やみつき黒蜜きな粉風味は本当にもうあのきな粉のような色になってます。香りもね本当にあのきな粉のような、うん、香りですよね。もうなんだったらこれプロテインじゃなくてきな粉なんじゃないかっていうぐらいのね色合いですね。それではパウダーね黒スプーンに大体すり切って1杯入れていきたいと思います。よいしょ。シェーカーの蓋反対に回してカチッという音がしてからしっかりと締めてあげます。しっかり溶けてますね。泡立ちもダマももうほとんど見られません。あ、香りはねきな粉の香りがねしますね。美味しそうですね。いただきます。うまい。予想通りですね。やっぱり大豆とねやっぱりきな粉同じものなんで、味のね相性が抜群にいいですね。でほのかにね黒蜜感もね感じることができて、非常にこれ美味しいです。水でこんだけ美味しかったらこれ多分牛乳とか豆乳でとか割ったらもっと美味しくなるんだろうなっていうのが僕の感想ですね。ちょっと実際今飲んでやってみたいなと思ったことなんですけど、お餅とかにねそのままもうかけてきなこ餅のようにしてね食べてもいいと思いますし、わらび餅とかでもねつけて食べたいなっていうのが今思った感想です。それぐらいね非常にねきなこ感があって、でほのかにやっぱり黒蜜を感じることができるんで、水で飲むだけじゃなくてねその他のね使い方にもね応用できるんじゃないかと思いました。で実際ねソイプロテインのイメージってやっぱりねザラザラしてて飲みにくいとか溶けにくい、こう泡立ちがひどいとかね、そういったねあのイメージを持たれている方多いかと思うんですけれども、ウェイトダウンシリーズはザラザラ感も抑えられてると思いますし、非常にね溶けやすくてね飲みやすい味付けにね仕上がってると思います。まあ、今回のねやみつき黒蜜きな粉風味もね本当にねスイーツ感覚で飲んでいただけるフレーバーにね仕上がっております。間食とかのねタイミングでこう余計なものねつい食べちゃうっていう方はね、こちらのねウェイトダウンプロテインを活用していただくことで、ご自身がね理想とする体作りのサポートにねなると思います。ぜひねこちらご活用ください。こちらのねウェイトダウンの味の評価をね星5段階でやっていきたいと思います。甘みに関しましては星4つとさせていただきます。黒蜜がねかかったきな粉のね絶妙なあの美味しい感じをね忠実にね再現できてたんじゃないかと思います。大豆とねきな粉のね相性の良さをね感じることができました。酸味に関しましてはほとんど感じませんでしたので星0となります。スッキリに関しましても星0となります。クリーミーに関しまして星4とさせていただきます。本当にねあの黒蜜のかかったね濃厚なねきな粉の感じをね忠実に
にね再現できてたと思います。甘みが星4、酸味が0、スッキリが0、クリーミーが星4ですね。ぜひね購入のね参考にしていただければと思います。こちらのね栄養成分表示ですね、1食約 29g あたりですね、エネルギーが 112.5kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 4.4g、 食塩相当量が 0.7g となります。普段からねソイプロテイン飲まれてる方にもねぜひ飲んでいただきたい、非常にね美味しい和のねスイーツのようなねフレーバーに仕上がっていると思いますし、普段ホエープロテイン飲んでるけどたまに違うの飲みたいよっていう方もね気に入っていただけるフレーバーに、ね、仕上がってると思います。今回もね数量限定となっているんでね、ぜひ手に入れてね飲んでいただければと思います。で商品についてのね詳細は概要欄の方に URL 貼っておきますんで、そちらからね商品ページに飛んでご確認ください。それではねまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。